絶対握った手は離さないって、うんうん、よく言うからね、うん、そんな絶対成功させるって、はい、根拠はって俺やってる、うん、録音して、録音していいですか今もう一回言ってください、うん、ちょっとこのカメラに向かって言ってもらっていいですか絶対成功させます、間違いないですよね、面倒見てくれますずっとですよね、はいはい、俺だいぶあのご機嫌なバカですけど大丈夫ですか、はい、みたいな、はい、絶対気になったら大丈夫言いましたよね、僕って絶対気に資料取れますか、取れます、はい、証拠確保はい、それではよろしくお願いします。かけさん、今日なんですけども、例えばマルチ商法とかで初めて新人で参加する場合ですね、成功者の人が俺がサポートするから大丈夫、成功させます、稼がせますみたいな人っていると思うんですけどじゃあそれについてもう顔でもうさせていただけたらと思ういや、できるうん、でもなんかそのこう例えばスタートしようかやろうか迷ってる人に対してその背中を押す意味でトークしてるのかわかんないですけど、そういうのって結構でもよく聞きますよね。よく聞くんだ、はい、録音しといたら、うんうんうん、言ったじゃんって、そのためにこう聞かしたらそのうち電話取らなくなるから、はい、で俺は絶対握った手は離さないって、うんうん、よく言うからね、うん、そんな絶対成功させるって、はい、根拠はって俺やってる、うん、録音していいですか今もう一回言ってください、うん、で僕を成功させる根拠は、はい、どのような方法で、うん、あなたがそういう根拠は何かあるんですか、はい、じゃあ、 あなたはそういうってことは私は絶対成功させるということで誰でも成功させられるってことですか、うん、それとも私だから成功するどっちですかって話です、うんうんうん、そうでしょ、はい、ね、そしたらそれはあってその根拠はあって何やったらあって、うん、で絶対成功させます、絶対儲かるって言っちゃいけないことなんですけど大丈夫ですか、読書法上で確定な情報じゃないですか、はい、例えばファンドとかで絶対儲かりますよ言っちゃいけないので、うん、読書法でもその絶対儲かりますよ言っちゃいけない、そんな確定ないし、はい、そうじゃないじゃないですか、うん、そんなことを言える人間って世の中にいないわけですよ、うん、でもバカな人が絶対成功させる、うーうなばしなって言ってサインするわけですよ、ね、そうなるわけじゃないですか、私はほっとらかしにされてあの話何だったのって話になるわけじゃない、はい、それを見てだって無理だって、うん、あなたを成功させまして、その子についてるっていうことは、俺暇なわけでしょ、うん、っていうことは成功してないってことでしょ、うん、俺が成功してるってことは、その子に関わる時間そんなの、だからこの子だからピッタッと張り付いてそう言ったってこと、いや、いろんな人にそうやって言ってるのみんな聞くわけよ、うん、これがすごい優秀だから、あなたは僕の家に住んで僕がお金、給料出してあげるから僕の家で僕のカバン持ちしたらいいんで、まあ、これだったらわかります、はい、これだったらわかりますよ、うんうんうん、じゃあ給料1年間保証すんねとか2年間保証すんねとか、はい、じゃあ僕のところで仕事を学んでみますかって、うんうん、僕は教えましょう、うわ、わかります、それだったらまともなんじゃないですか、うん、はい、給料払ってくれるんだったら、はい、で食事も全部保証してねえ、衣食住を保証してくれるんだったらありじゃないですか、うん、何にもしないでしょ、こっちが金出すんでしょ、うん、そうですね、そうじゃないケースです、ね、こっちが金出すんでしょ、うん、こっちが金出して、こいつが交通費も出してこの子が時間費やしてセミナーとかいろんなものに金ぼったくられて、はい、挙句の果てには仕事辞めてコールセンター行けとか言われるわけじゃない、うん、こっちしか得なくて絶対成功させる、暇なの、そうですよね、まあ、物理的にこの人は24時間しかないし、うんうんうん、365日皆さんと同じ時間じゃないですか、うんうん、確かに人数が増えたらその無理な話ですよ、暇な人っていうことは儲かってない人ってですよ、うんうん、だからそれがネットワークビジネスなんだよって話なんですよ、はい、権利収納がなってないですよって話だった、うん、それってどうなのって話なんですよ、うんうん、だからみんなが言ってることおかしくないですかって話なんですよね、はいはいはい、私が成功させますってやったら、うん、録音をすること、はい、ちょっと待ってください、もう一回録音していいですか、はい、ちょっとこのカメラに向かって言ってもらっていいですか絶対成功させます、間違いないですよね、面倒見てくれますずっとですよね、はいはい、俺だいぶあのご機嫌なバカですけど大丈夫ですか、はい、みたいな、はい、絶対気になったら大丈夫言いましたよね、僕って絶対権利収入取れますか、取れます、はい、証拠確保でも昔から俺のことが信用できないのかっていうやつは信用するなって言いますもんね、そうやねだって、ね、そんな魔法ないやん、うん、我が子だって成功させること無理だろうにさ、いやその彼女とかパートナーに対しても、うん、俺のこと信用してないんかみたいな言うやつほど信用できないじゃないですか確かにね、確かにそんなん言わないでしょ、言わない、はい、そんなん言わへんな、うん、確かになそんなんもう身の潔白をそうそう、でも全部調べてくれはい、もう何もう全部お前の気がするまでやってくれ、しかも疑うやんか、疑ってるのか、そうそうそう、なるやん、疑え、はい、全部疑え、でもあれだ、人生は絶対ですね、言ってくる人のことを証拠を取るっていうのとね、はい、信用性とか言うんやったら信用させてくれという、うん、信用させてくれるためのエビデンス出せと、はい、うん、そういう話をしっかりしてですね、はい、おかしな話、おかしな話に騙されるのは成功させるって言ったら、うん、証拠録音を取って、はい、
コンプライアンス、ね、はい、アメさんでアメさんのコンプライアンス連絡して、消費者センターに連絡して、うん、そして僕のところに連絡して、僕の番組で一緒にコントのような、うん、その勧誘のされ方をここで暴露しましょう、はい、はいはい、成功させますという人は信用するなと、するなと、はい、いうことでした。ありがとうございました。